こんにちは、トイズガオです。はい、ゴールデンウィーク皆さんいかがお過ごしでしょうかということで、今回ねこちら、はい、仮面ライダージオーのローソンスタンプラリーが今、4月27日土曜日からね、6月3日まで朝7時から夜7時までの間で行われております。これまではローソンというとですね、このスタンプラリーというのは戦隊だけだったと思うんですけども、まあ毎年ね、夏ぐらいに映画をやってる最中にね、実施されていたと思うんですけども、まあ今回はこの季節にですね、このゴールデンウィークから、仮面ライダージオーのスタンプラリーが始まったということで、まあこれ形式はね、戦隊のものと全く同じでですね、ここにこの各店舗に置いてあるスタンプを、押していって、まずここでね、4つ貯まると、ステッカー、こちらがもらえて、で、2周目ですね。で、またね、スタンプを4つ貯めて、2枚目のステッカーがもらえるということで、スタンプを押す順番はね、まあこの順番で押していけばいいんですけども、この中で同じスタンプを押してはいけないということで、で、まあこれはね、4つ別々のスタンプを押していって、まあこっちはこれと同じでもいいと。まあ、この中では違うスタンプを押すんですけども、こっちと同じものでもいいので、まあ、最低でもね、4店舗を2周すれば、このステッカーは2枚とももらえるんですけども、こちらね、スタンプの種類が全部で13種類あるので、僕みたいなね、マニアとしては、このね、13種類全部押していきたいなと思うので、まあ、ここにね、スマートフォンの QR コードで、ここをスキャンすると、どのローソンにどのスタンプがあるかというのがね、一発で検索ができるんで、まあ、それを元に押していくわけなんですけども。で、僕今回ね、行ってきました。まずね、この仮面ライダーウォーズフューチャリングクイズ、そして仮面ライダーゲイツリバイブ号列、仮面ライダーゲイツ、仮面ライダーゲイツリバイブ疾風と、で、ここまで集めて、でまずね、この1枚目のステッカーをもらいまして、はい、このようなこのジオーとゲイツウォズの各フォームがねあって、でフォーとゲイツウォズのねシールもあります。で2周目ですね。まあこれ、まあ、同じところはねまた2回回ってもよかったんですけども、まあちょっとね外出かけていたんで、まあ別のところも回ってみようかなと思って、でこのこれ最初のところだけちょっと被っちゃったんですけども、まあ、同じところで押して、で、そこからはね、別のところを回ってですね、今度は、フューチャリングクイズから、ジオ・ディケイド・アーマー、そして、ウォーズ、フューチャリング機械とね、はい、集めまして、2枚目が、こちらですね。はい、今度はこの、平成仮面ライダー20大集合ということで、平成仮面ライダー20人のこの横に、このキックの、ライダーキックのね、足の裏、これが乗っております。はい。このように。はい、このようにね、20人分のライダーとキックの足の裏がね、乗っております。はい、そして、まあ、応募券がね、ここについていて、で、この、ステージ1クリアしたところの応募券では、このね、ジオーのラジコンが抽選で当たると。で、こちら、ステージ2の応募で、時間ギレード、最強ギレード、ジオトリニティライドウォッチ、キャンペーン限定ナップサックが抽選でもらえると。はい、そのようになっております。はい。まあ、これね、やり方はまあ、戦隊の時と全く同じなんで、各店舗回ってね、このように集めていくんですけども。まあ、僕はこれで、まあ、7個ですね。このウォーズフューチャリングクイズが被っているんで、これで全部で7つ集めたんで、今度ね、この、もう、このね、2枚目の、こちらを持ってですね、2周目に挑戦してですね、全部、全13種類を集めたいなと思います。
はい、まあ、今回はこの1週目でとりあえずこのステッカーがもらえたので、まあ、報告ということでね。で13種類全部集まったらまたお知らせをしたいんですけども、まあ動画にすることもねないと思うので、13種類集まったらツイッターか何かで画像を載せたいと思います。あとね、この応募券以外でもなんかレシート応募でおもちゃなどが当たる、詳しくは店内の応募チラシにてというのもねあるみたいです。まあこれでねローソンに行く機会が増えて、まあローソンでねお買い物をするんじゃないかと。まあ実際僕も行って、まあ買わないところもあったんですけど、まあ、唐揚げくんとかね、おにぎりとか、ちょっとお腹空いてたんで、ね、買って食べたりとかもしましたけども、このゴールデンウィーク中にね、まあいろいろと出かけるという方はこのようにねローソンに行ってスタンプラリーしてみるのもいいんじゃないですかね。まあ僕はねもう一周したいと思います。はい、ということで以上トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter もやってますのでそちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それではまたねー。